おお、すげえ、豆出ました。このなぜかね、肥料を上げてない方で出ましたね。なんで？上げた方も出てる。あ、出てる。あ、本当だ。まあじゃあ発芽はどうタイミングですか。見ぬ間に分からんかな、これ。日が強すぎてよく分かんないかもしれない。ピーマンが見ぬ間にすごいサイズになってる。すげえ。やったじゃないですか。いっぱいついている。そして実が。おお。うん、し、草引っこ抜いた。それでちょっとトマトをね、ひなだれかかってたトマトを一応支えたんですが、まあ、ピーマンはこれで助かったな。うまくいくんだろうか。オクラの葉っぱが横にすげえ出ている。そしてこれオクラの、これなんだろう、つぼみができてますね。あれ、これもオクラか。もうできた。気づかない間にできちゃってますか、これ。ブルーベリーあんまり大きくならんな。こう、やっぱ木だからかな。あまり伸びないな。いや、伸びてんのかな？気づいてないだけかもしれないけど、あんまり伸びてるようには見えないですね。枝豆が、とてもいい感じです。いっぱい出たね。手前一列が肥料をあげてない列なんですけど、そこの方が育ってる気がするんだよね。なんかの間違いでしょうか、これ。最近日照り続きで、ちょっとみんなしなしなになってますね。まあ、一応水あげてるんだけどな。トマトはね、水がなくても大丈夫。全然衰えない。で、なんか、テレビ見てたら、水切った方が美味しいトマトができるらしいっていうのを聞いてね、あんまりあげてません。はい。水結構あげたんだけどな。夏野菜のくせに結構水が切れるとしなってなるんですよね。頑張っていただきたい。で、芋もね、なんかすぐしなってなるんですよ。ただ水あげるとすぐ復活する。すごいですね、こいつらは。まあ、結構四方八方につる伸ばし始めてるんで、もっとこうわさわさなるのかな。モロヘイヤは相変わらず元気、相変わらず元気で、収穫のタイミングがよく分かりません。で、枝豆は思いのほかなんか乾燥に強そうな。一応水あげましたけど、全然葉っぱがねしなしななるって感じはあります。まだ小さいからかもしれないですけどね。めっちゃ植えたな、枝豆。まあ豆なんでね、植えときましょう。水菜はね、どうやらダメそうですね。芽は出たんだけど、そこから全然大きくならないな。これは乾燥のせいなのか、種まいたタイミングのせいなのか、はたまたこの土のせいなのか、ちょっとわかりませんが、なんかこのままどうやら失敗しそうです。全然大きくならない、ほんと。もう何しちゃったかな。そしてジャガイモもね、配色濃厚ですね。こいつらも全然大きくならないな。こいつなんか地面に穴開いてんだよな。これモグラの穴でしょうね。まあモグラそのものがね、別にジャガイモとか食べないはずなんですけど、モグラの穴を掘ると、なんか根っこが虫とかネズミとかにやられるみたいで、そういう理由でダメになったのかもしれませんけど、まあわかりません。ちょっとジャガイモこれ、しなしなになってるし、成長しないし、なんかやっぱダメそうだな。オクラの花が咲いております。なんか葉っぱが虫食われてんのかな、これ。ちょっとこの時点になってなんか食われ始めましたね。そしてオクラがもうできてるんでございます。あー、でかっ。ほら、やばやばいって。オクラできておりますね。やばい、これやばいよ。収穫せな。おお、めっちゃでかい。本当はこれオクラちっちゃいうちに取った方が美味しいらしいんですけどね。いや、オクラ、収穫、ナスがなってますんで、いっときますか。どうする、もうちょい育てる、このでかいやつ。もうちょっと待つ。これオクラどうしたらいいんですかね。まあでも入れちまおうか、はい、ドーン。あー、やばい。ちょっとなんか切る。
いいんじゃない、もうこのまま突っ込んで。こっちよりこっちや。そう、あ、でもダメだ、ダメだ、やばい、いや、やばい、おらおらおら、うん、これでいいでしょ。ただオクラ、これあれだね、成長の段階がいろいろバラバラだとちょっとあれですね。早めに小さいのはあげるとか。あげる、あの、お湯から取り上げる。ああ、そういうこと。いや、あれなんですよ、なんかさ、揃ったオクラを食べるって機会があんまなさそうじゃない、そうなると。あ、いっぱい、同じサイズのをいっぱい食べたい。そうそう、そういう収穫になるのかなと思ってたら、ちょこちょこですね。ということなんですね。だから本当つまみみたいな感じだね。晩飯に一品みたいな感じですね、これは。こいつら絶対うまいな、このちっちゃいやつらは。ちっちゃいのはちょうどいいでしょう。ちょうどいいでしょうな。でかいのちょっとこれどうなのか。硬いでしょう。なんか、僕だって3分ぐらい茹でろみたいな話だったよな、確か。確かにこの2番目にでかいやつですら市販されてるオクラよりでかい気がするな。間違ったかこれ。しまったぜ。でもあの一番でかいやつが一番ホワイトですよ。うん、いい気がする。ちっちゃいのはもういい気がするな。ちっちゃいのつぶつぶですよ。でも真ん中のところがシャリ言うと、シャリは言ってますね。シャリは言ってますけど、こんな感じ。これでも美味しそうっすよ。もういいじゃないですか。おいや、おい、いいじゃないですか。嘘。というわけで、オクラ、まずちっちゃいのからいってみましょう。どうぞ。うん、いってみましょう。いや、絶対うまいやん、こんなの。じゃあどうですか。柔らかっ。お、マジ。めっちゃ柔らかい、トロトロ。おう、え、成功した。うん、味は、うん、うまい、オクラの味。お、あ、むず。もうなんかトロトロでさ、これむず。柔らかいな、今。今柔らけ、柔らかオクラですわ。うまいこれ、うん、いっぱい食べたいね、これ。うまい。もっと植えればよかったもっと大量に食いたい、確かに、うん、そっちの方が柔らかそうだね。硬い。あ、やっぱり小さいうちに取んなきゃダメなんですね。やっぱ収穫時期が問題なんだな、これ。中は、うん、トロトロなんですけど、皮が硬いっす。皮か、噛み切れん。噛み切れんぐらい、うん、筋張ってる。味はうまいんやけど、そっちの方が柔らかいかもしれん。うん、いや、割とうまかったっす。うん、うまい、これうまいな。なってんのオクラって、割と俺皮が、皮、ね、この表面の皮の部分が薄くて繊維っぽい感じかなと思ってたんですけど、このちっちゃい方の柔らかオクラはあれだな、その皮のところに厚みがあってかつ柔らかいからすげえうまい、うん、でかいのは繊維にバッてデロデロです。デロデロになってますけど、これはうまいですな。じゃあ、ゆうさん、ハズレ引いてます。遠慮がねえ。遠慮が一切ありません。最後までうまいです。どうですか、中くらいのサイズの。お、柔らかそう。うん、うまい、柔らかいね。うわ、これをね、うわ、欲しいのは。じゃあちょっと 今後はあれですね、収穫のタイミングを素早くいかなきゃいけないですね、うん、あれ、1本のグラから何本出てくるの。無限に出てくるの。結構取れる。あ、そうなの、ね、じゃあ、今後もお楽しみに。オクラ、ゆでオクラでした。これがやりたくてオクラ植えたんだけどね、うん、うめえんだよ、本当にうまいんですよオクラ。